スローン・スティーブンスはアメリカ・フロリダ州プランテーション出身の女子プロテニス選手。2017年全米オープン女子シングルス優勝者。これまでに WTA ツアーでシングルス6勝を挙げている。身長170センチメートル、体重61キログラム。右利き、バックハンドストロークは両手打ち。WTA ランキング最高位はシングルス3位。 ダブルス94位。父親のジョン・スティーブンスは元 NFL 選手、母親のシビル・スミスは元競泳選手である。9歳からテニスを始める。ジュニア時代は、ティメア・バボシュと組んだダブルスで2010年全仏オープン、2010年ウィンブルドン選手権、2010年全米オープンで優勝している。四大大会のシングルスでは2011年。 全仏オープンで予選を勝ち上がり初出場した。2011年全米オープンでレカルカヤニを6から2、3から6、7から6で破り4大大会の初勝利を挙げ、2回戦では第23シードのシャハーピアを6から1、7から6で破り3回戦に進出。3回戦で第16シードのアナイバノビッチに3から6、4から6で破れた。 2012年全仏オープンで初めて4回戦に進出し、4回戦で第6シードのサマンサスとサーに5から7、4から6で敗れた。ウィンブルドンと全米オープンで3回戦に進出、ストラスブール国際とシティオープンでベスト4に進出し2012年最終ランキングを38位まで上げた。2013年は開幕戦のブリスベン国際でベスト8、 モーリラ・ホワート国際でベスト4に進出。全豪オープンで第29シードとなり初めてシード選手に選ばれた。1回戦で、シモナ・ハレプを6から1、6から1、2回戦で、クリスティナ・ムラデノビッチを6から4、6から3、3回戦で、ローラ・ロブソンを7から5、634回戦で、 ボヤナ・ヨバノフスキを6から1、3から6、7から5で破り初の4大,大大会ベスト8に進出した。準々決勝では、セリーナ・ウィリアムズに3から6、7から5、6から4で勝利し、ベスト4に進出した。準決勝で、ビクトリア・アザレンカと対戦し1から6、4から6で敗れた。全仏オープンでは四回戦で、マリア・シャラポワに四から六三から六で敗れたが、 ウィンブルドンではベスト8に進出した。準々決勝で優勝したマリオン・バルトリーに4から6、5から7で敗れている。2015年8月のシティオープンでツアー初の決勝に進出した。決勝でアナスタシア・パブリチェンコワを6-1、6-2で破り、ツアー初優勝を果たした。2016年8月のリオゴリンで初めてのオリンピックに出場したが、シングルス1回戦で、 ウージニー・ブシャールに36、36で敗れた。その後左足の故障で1年近くツアーから離脱した。2017年のウィンブルドンでツアー復帰、ロジャーズカップとウエスタンサザンオープンで続けてベスト4に進出し、ランキングを83位まで戻して迎えた全米オープンはノーシードから勝ち進み、グランドスラムで自身初の決勝進出。 アメリカ勢同士の対戦となった決勝は、マディソン・キーズに6から3、6から0で勝利し、グランドスラム初優勝を果たした。2018年は3月のマイアミオオープンで決勝進出、決勝でエレナオスタ・ペンコに7から6、6から1で勝利し、ツアー6勝目を挙げる。大会後のランキングで9位となり初のトップ10入りを果たす。全仏オープンは第10シードから、 グランドスラム2度目の決勝進出を果たすも、決勝は第1シードのシモナ・ハレプーニ6から3、4から6、1から6で敗れて、準優勝となった。ウィンブルドンは1回戦で敗退するも、7月16日付のランキングで自己最高の3位を記録している。スティーブンスは2019年4月、アメリカのサッカー選手、ジョジー・アルティドールとの婚約を発表した。 W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、 S, S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。